M8 ショータイム二等編の友人屋です。 D 隊長です。隊長でございます、はい。今日はですね、うん、こちらカーシー博士の人間×人間、うん、セルフヘルプ術っていう本なんですけど、こちらの昔に、うん、まあ、MBTI 的な動画を上げたじゃないですか、うんうんうん、そこで、うん、紫彩さんっていう、うんうん、チャンネル登録者さんが、うんうん、コメントいただいてですね、うんうん、いつもありがとうございます。ありがとうございます。とても賢者賢者でして、うん、要はエニアグラムっていうのは、まあ、いろんな本が出ていて、うん、そのエニアグラムの本の違いっていうのは、うん、まあ、景色の違いぐらいだと、うんうんうん、ただそのあなたたちがやった、うん、その MBTI っていうのは、うんうん、カーシー博士の紹介に似てるよと、うん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 、でその MBTI って言ってるものと、うんうん、今、うん、MBTI 協会とかがやってる MBTI っていう、うんうん、この2つの間にはとても高い山があるよ、うんうんうん、でまた高い山があって、うん、河合駿先生がいるよ、うんうんうん、みたいな。河合駿先生ははユングタイプ論、はいはい、でユングその私たちの前の動画は、うんうん、ユングタイプ論、うん、で、まあ、うん、MBTI がユングタイプ論だったから河合先生紹介しますってやったんですけど、その MBTI、うん、でカーシー博士、うん、河合先生っていう、うん、この3つの間にはとても高い山があるみたいな、うんうんうん、な指摘を受けた、はい、どうぞ。僕たちはどこに属してた？で属してたか分からずに、要はエニアグラムの本に MBTI って書いてあるから MBTI 紹介しますみたいな、まあ、どちらかというとエニアグラム視点ですもんね。でそれはカーシー博士だったよ。ああ、はいはいはい。あなたたちがやってたのはカーシー博士のやつに近いよっていう指摘。あ、だからどっちでもこっちでもこっちでもない。ないで僕はそれを知らずにユングタイプ論って書いてあったから、うんうん、じゃあユングタイプの本って調べて、うんうんうん、河合先生が出てきたから、うんうん、あ、僕個人的に河合先生好き、うんうん、じゃあ河合先生のユングタイプ論紹介しますってやった、うんうんうん、だから違うん、そうで違うものだったっていう指摘を受けたので、うんうん、じゃあおすすめの本を教えてくださいって聞いたところ、うんうん、分かりやすい本としては、うん、これ分かりやすいよと、うんうん、でもちろんその MBTI の本も紹介をされたんですけども、うん、先に興味を持ったこちら、うん、カーシー博士のセルフヘルプ術、うんうん、でこれアメリカだと、うん、プリーズアンダースタンドミー、うん、なんかやりましたね。そうで要はそうプリーズアンダースタンドミーっていうタイトルで、うんうん、とても有名な本で、それはもうパート2が出ているらしいんですね、うんうん、まだそれは日本では出てないらしいんですけど、うんうん、ではこのアメリカではそのプリーズアンダースタンドミーという本がとても有名で、それを読んでるっていうと、あ、転職するんだっていう返しが来るぐらい、みんなそういう時に役立てる役立てる。でそれがもうメジャーな存在として認知されている。でアメリカではそういった本のことをセルフヘルプっていうカテゴリーにして、要は日本でいうと自己啓発に近いんですかね。エニアグラムもそうするとセルフヘルプ術なんですかね。っていうのカテゴリーに入る、入ってるのかもしれないですね、うんうんうん、自分で自分を理解して自分を助けるものですからね、うんうんうん、だとするとなのでこのタイトルがセルフヘルプ術になってるのかなと。で紹介されてやってみた、うんうん、で自分が前のエニアグラムの本で、うん、要は外交内交とかって分かれていて、うんうん、それを説明を読んで、あ、僕こっちかなってやるじゃないですか、うんうん、でそれをやったところ、うん、私はエンターティナー、エンターティナー、うん、要は自分は外交、うん、感覚、うん、感情、認知、うんうんうん、でエンターティナーだと思っていたんですけども、うん、違ったんですよ、うんうん、やってみて、うん、で初めそのエンターティナーって響きも良くて、あ、俺、うん、これだって喜んでたんですけど、うん、ちょっと違和感はあったんですね、うんうん、内容が、うん、要は我々がちょっと別の動画でやってるそのエニアグラムっていうやつだと、うん、そのタイプ7に近い、うんうん、
エンターテイナー、うんうん、で要は私がこのエニアグラムにハマったきっかけも、うん、あのタイプ7っていうのになったから、うんうん、でちょっとなんか同じことじゃないかなって匂いがしていたので、うん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 、あのこちらの本ではその70もやって、うん、じゃあどのタイプですかってなるんですけど、うんうん、やってみたところ違って、うんうんうん、その刺されているところを読んだところ、うんうん、これだと、うんうん、僕これでしたってなったので、うんうん、ちょっと体調にもやってもらって、うんはいはい、あのこの僕のハマり感があるかっていうのをちょっとやってみたいと思います、はい、で、うん、この本で言っているのは、うんうん、要は自分は自分、人は人、うん、で全く違うものだよって、うん、それを、まあ、私も基本そうだったんですけど、うん、みんなそう思ってるよねいや僕が思ってることはみんな思ってる、うん、エニアグラムでもよく、ね、よく言いますね私は、うん、でそれは多分他の人も、うん、要は人に腹を立てるっていうのは、うん、俺と違うことをやってる、そう多分自分の感覚ではそんなのは理解できないってところで腹を立つ、腹を立つわけですよね、うん、だからそのそこ自分は自分、自分はこういう人だよ、うん、で他の人がこんな人がいるよね、うん、っていうのが分かると、うん、もう全く違うっていうのが分かるから、うんうんうん、それだけでも許せる、うんうん、しその私はこの自分が、うん、よくなんか風の時代はね、うんうん、自分軸なんですよみたいなこと言うじゃないですか、うんうん、じゃあその自分って何、うん、っていうのを考えた時に、うん、まあ大吾さんもおっしゃってるように、うん、そんなの無駄だって、うんうん、大吾さんが言うのは、うんうん、いやそんなのはないからだよみたいな、うんうんうん、変化していくのが自分でしょっていう、うん、でもその変化の仕方が書いてある気がしたんです、うんうん、要はエニアグラムっていうのは、うん、この本能、うん、本能的にどう動いてしまうかっていう動機を指す、うんうん、でその動機をもとに、うん、あなたはこういうふうに動いてますって書いてある気がしたんですよ、うんうんうん、だからそのエニアグラムが動機名、うん、あなたはこういう感情でこういう動きをしてしまう、だから注意が必要ですよ、うんうん、であなたはこういう行動をしてきましたね、うん、っていうのが書いてある気がして、うん、あこれ使えると思ったんですよ、うん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 、でこれは要はあなたが人生でどんな動きをしてきましたかっていう選択、うんうんうん、人は何を選択するかで生きているっていうのがあって、うん、あ確かにと、うんうんうん、全てのシーンで何かを選択して生きてきたよね、うんうんうん、でそれであなたの、まあ、思考が分かる、うん、っていうところで、うん、あのちょっと体調にやってもらって、はい、70もちょっと長いんですけど、うん、体調にやってもらって、うん、測りたいと思います、はい、でちなみに、やり方を紹介させていただくと、うん、こちらですね、あこれあの後でちゃんとスキャンしてあげておくんですけども、うん、7列、うん、10行、うん、要は一つの問いに対して A、うん、B という選択を、うんうん、あげます。一つの質問で A、B っていうのを決めていただき、うん、まあチェックし、例えばあの A だったら A のところにチェックっていうのを横にやっていって、7つ目であの次の行に行く感じ、うん、でやっていってもらって、うん、じゃあ何、最後にまあ合計していくんですけど、うんうん、それをちょっと体調にも次の回でやりたいと思います。はい、はい、ちょっと長々と、うん、ごめんなさい、ちょっと興奮冷めやらないよほど嬉しかったんでしょうね、うんうん、しっくりきた、すごいしっくりきて、うん、要は、うん、あのよく私がこの動画でやる、うん、なんかあの動画出ましょうよ、うん、気持ちいいですよ、楽しいですよって、うんうんうん、いうのは、うん、これも僕が楽しいだけだったかもしれないっていう、うんうん、よく体調にそうあの言うんですよね、みんな出たいですよねこれって、うん、そういや呼びましょうよって言うと隊長は言うんですよ、うん、あの別に出たいと思ってる人みたいな、うんと、そうだから出たいって思ってない人もいっぱいいる、で僕はえそうなのっていうのを、まあ、動画でもよく言ったりしたりはい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 、うん、でも僕はちょっとそれが信じられなくて、うんうんうん、っていうのは、うん、僕がただ、うん、あのそういうふうに思ってしまうのと、うんうんうん、あとは
その MBTI 的な動画の指摘で、うん、この人内向ですよって言われた時に、うん、僕内向だって、うん、その時は思ってた、うん、内向だってしっくりきた、うん、が、うん、それは多分あの河合駿先生的に、うん、多分憧れがあったのかもしれない。あ、うん、あのもちろん一人で引っ込みたい時はある、うんうんうん、が、うん、まあそればっかじゃないよねって、うんうん、っていうこの一つのところを取り上げて、うん、僕内向だったかもと思ったんですけど、うん、やっぱり外向のようだっていうのがちょっとピンときて、どれでも探っていくのが重要みたいな、はい、でそれがとてもちょっと面白かったので、うん、もし興味がある方、うん、あの大学生の方とかはね、うん、もしかしたらその自己分析にエニアグラムはもちろん、うん、こちらも、うん、あのまだ売られている、うん、こちらもとても何をあなたは選択してきたか、うんうん、どんな行動を選択してきたかっていうのが分かる、うんうん、分かるのかなと、うん、そうするとまあ思考が分かる、うん、と向いている職業も分かってくるかもしれないねっていう気はします、うんうん、なんであの大学生の方ももしよろしければ、うんうん、あの風の時代に、はい、いかがでしょうかと、はい、あ長々と長々とすいません、長々とはこういう人間なんです多分、うん、はい、はい、というところで、はい、一旦ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録も何卒よろしくお願いします。ありがとうございました。